内側バスには22時48分発のぞみ263号新大阪駅の中です。場所の停留線の中央までお下がりください。電車時間が短くなっております。お利用のお客様が過ぎました。入口で行き着きを立ち止まらず順に7ほど7ほどへとお進みください。すごい高いもんなんだろうな。ああ何千円でしょう。はい、はい、こい。こいつ、こいつ、この手前のやつ、こいつ、こいつ乗るね。はい。手前は。うん。乗る。こいつは乗るね。こいつ、こいつ。こいつはもう、はい。おい、来い。乗る。警戒してるのかな。いやいや、大丈夫。今俺がちょっとビビらしたから。車来たから。あ、はい。乗る。こいつは乗る。これは。はい、はい、来い。はい。はい。あ、いや、来よる、来よる、来よる。もう、一回ちょっとこれ、ここな、こうやったらな、一回来よる。絶対来よる。はい、おほら、来るよ。これこいつとこ行く。これこれこれ、こいつでかいやつ。これおもろやろ、この二人は。あ、食べますね。うん、この二匹は俺のこと、あの、全然怖がってん、この二匹は。食べる食べる、すごい食べる、うんうん、もう鳩のご飯だもん、これ。なんかなんだろう、トウモロコシあげてんのかな、あれ、うん、それ、いろいろと混じってんね。ほい、ほい、ほい、でかいな、体は。でかい、やばい。餌毎日やってるからボスじゃないけどいい体してる。あ、来た来た来たこれ、あぶれやろこれ、こいつはなんで背中に乗るんやろこれ。玉乗りっすね。はい、もうなんか食べ方面白い。俺のこっちの羽ばたきながら、うん、いや、あの足が滑るからほらあとこっち腕の方に乗ればいいのこれ、俺の。やっぱりあの動物はやっぱり懐くんやな、やっぱりこういう風に。おや、おりで、おりで、もういさ、おした、おい、おい、いや、いいもん。Thank you.
うまく揃わなくてね、歌ってる最中こういう喋ってる方もいらっしゃって非常に失礼ですよね。次はじゃあ最後にですね、じゃあみんなで皆さんも知ってる歌をですねちょっと歌っていけたらいいかなと思ってます。沖縄のやつですから、島歌を最後にじゃあ歌って、終わっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。知ってる方は一緒によろしくお願いいたします
権利状態に置かれてます、ね、俺たちが戦いの中で獲得した日雇い健康保険や日雇い雇用保険、こういう制度からも外れてね、派遣で働かざるを得ない、そういう若い仲間がたくさんいます、ね、そうした仲間たちがね、やっぱり生き続けていけるような、ね、働いてそして生活できるような、そういう世の中に、作り変えていく必要があるんじゃないかと思います、ね、そうした戦いを本当にできるのは、そうした状況に置かれている俺たちであり、そして同じような仮想非正規の仲間じゃないかと思います、そうした仲間たちを代表してもね、戦い続ける必要があるし、この冬もですね、全国各地で越冬闘争という名前ではないけれども、いろんなところで炊き出しやね、夜回り活動が続けられていますね。この冬を生きて、ね、越して、そして春からの戦いに備えていく、そうした取り組みが全国各地で続けられています。そうした戦いともしっかりと連帯しながら、この釜ヶ崎。